か阪神タイガースの、ね、犬も、あ、猫みたいな、あ、なんかずっとぼーっと見てるやつ、うんーみたいな感じ、別に、こんにちは、別にニヤニヤしてるわけじゃないのに、でもある可愛かったよな、猫遊びで、まあね、猫遊びのスタンプあるからな、長いの、うんうんうん、でもあまりにも古すぎて、なんか今使うのもためだったよね、逆に全然バズらなかった、バズったと思ったら一瞬で終わったワニね、あれはね、ちょっと売り方失敗してる、うん、っていうか早いよ、売るの、うん、2、3週間ぐらいみんな余裕したし、投げないよっていうか、まあ早かったっていうのもあるし、いきなりもうなんかびっくりしたもん、俺難しますみたいな、うん、なんかいきなり風船パンパンパンって割れてる、グッズ化、マジか、そうねー、ちょっと証拠間違えちゃったね、あれ高そうだったね、うん、かわいそうね、あんなに人気あったら一周にしてもらっちゃう、ね、一周にしておってよかわいそう、あとすーげーテレビに出てたの、で本人泣いてたりしますし、あれ要は知人が亡くなった事実を漫画にしたんでしょ、住んでるでしょ、住んでないか、でもあれと住民票が持ったのに亡くなってたから何もできないからって言って、どういうこと、もう俺は無理だけど、今の会社辞めないと無理だ、そうなんだよ、だいぶめんどくせえよ、神奈川とかのはまだしてもらってね、うん、まあここはちょっとめんどくさいね、1時間は2時間ぐらいかかるか、東京の方が大丈夫だね、バスがあるから、まあ最悪あれ使えばいいんだけどね、高速それ使えばあっという間だけど、これな、うん、こっから多分いるまでしょ、近いの、噂のイルマ、あ、違う、イルマじゃねえ、あれか、もう一個先のあれか、なんだっけ、高知だか高知だか忘れてる、あれが多分一番近いの、普通に甘栗食いたくなった、うん、うわすげえ、トイレに行きたい、トイレに行きたい、半期盗んだのは俺多分日本人じゃない気がする、まあ、あくまで勘だけど、いや多分ね日本人じゃないと思うよ、印鑑盗んだとかね、うん、でももう早くもそういう事件が発生してるのやばくない、っていうか大学の人生も終わりだからね、自称大学生って言ってから大学生じゃない可能性、うん、もう8割9割そんな大学でしょ、あれ多分逮捕されたら会社に連絡行くもんね、行くでしょ、普通は、うん、もう人生全終了する、ちなみに飲酒運転は乗ってる人も捕まるんで、あの免許持ってれば、うん、っていうのをなんかテレビでやってたよ、あ、ドラマでやってた、え、ドラマでやってた、まあ飲酒運転じゃないけど、あのこれ渡っちゃうか、渡っちゃう、うん、でこっち左行く、
で、あの免許不携帯でさ捕まったやつあったドラマあったんだけど、それで、それとかあるかな、あ、ない、あるよ、ある、うん、さっき足してたけど、じゃあちょっと、あ、次、なんだこれ、危な、危な、何やって、何これ、どういうこと、え、立ててるんだよこれ、こんな光初めてした、危なこれ、ちゃんと紐結ばんからよ、ちょっとびっくりした今みたいな引っかかり方初めて見た。